ゆうた、ゆうた、パパ、いっぱい。あ、元気。はい、超噛みつき変形ギガントブラギオが、発売されました。いつもならこっそり、子供にバレないように買って、レビューをしてから、渡してるんですけども、今回は最初に見てもらった通り、バレてしまったので、さすがにもうこれを見ちゃったら我慢できないと思うんで、急遽、子供が寝る前に開封することになっちゃいました。ということで、いつもと展開はちょっと違うんですけど、今回は特別に、最終ロボですからね。まずこの超噛みつき変形ギガントブラギオですけど、発売日は2013年の10月の26日。値段はオープンプライスとなってますけど、私が買った値段は1万800円でした。とりあえず箱がめちゃめちゃでかいです。もう今日台風も近づいてるんで、雨も結構降ってる中自転車で担いできたんですけど、かなり重かったですね。箱のサイズなんですけど、横が55センチぐらい、縦が37センチ。奥行きはそんなないんですけど、11、2センチですね。パッケージ表面は、ギガントブラキオとブラギガースが載っているんですけども、裏面はこんな感じで縦向きになってます。下にはギガントブラギオ、上にはギガント恐竜人が載ってます。じゃあ開封したいと思います。どっち、どっちから、そっちから、こっちから。とりあえず、とりあえず、なんだこのバラバラプラモデルか。ではいつも通り一つずつ入っているものを確認してみたいと思います。取扱説明書、10番ブラギガスの充電池、またまた出ました、合体用補助パーツ、全充電流の絵が入った胸アーマー、ブラギガスの頭、長いです、ギガント恐竜人の頭部とマスク、ブラギガスの前足、左右1本ずつ、ブラギガスの後ろ足左右1本ずつ、左肩アーマー、右肩アーマー、そして最後めちゃめちゃでっかいブラギガスの胴体です。あ、これ絶縁シートが入ってるってことは電池不要なんですね。では絶縁シートも抜いてしまいます。電源ボタンはここにありました。早速スイッチをオン。やっぱりこの音なんですね。でかいですね。ということで一通り開封は終わりました。これからこのミニガイムくんが遊んだ後、寝静まってからじっくりレビューしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。